マトベイ・マトベイビチ・ゲデンシュトロムは、北部シベリアで活動した、ロシア人の極地探検家、作家であり、管理でもあった。ゲデンシュトロムは、タルテ大学で学んだが、タリンの税関で働くことを選んで中退した。しかしすぐに密輸事件との関連で逮捕され、裁判の結果シベリア流刑となった。1808年、ゲデンシュトロムは、イルクーツクに到着し、 割り当てられた最初の任務、つまり北極海の海岸線の探査を与えられた。ゲデンシュトロムは必要な科学的素養を書いていたため、与えられた位置の緯度と経度の計算や一般的な科学機材の取り扱いについて多くのことを学ばねばならなかった。ゲデンシュトロムは地図作成のためのノボシビルスク諸島の探検を実施した。いわゆるサンニコフジマが コテリヌイ島の北のどこかに存在するという説は、まさにこの探検に橋を発していた。ゲデンシュトロムは、いわゆるシベリアポリニアの存在を立証した。1809年に、ゲデンシュトロムは、ある島の東の海岸線を訪れた。この島は3年前に、商人のセミオンとレフスイロバトスキーにより発見され、ノバヤシビリ島と命名されていた。 ゲデンシュトロムは、柳川とコリマ川の河口の間の海岸線の地図を作成した。また、彼は、ヤクーチアとバイカルコの東域を横断する多くの探検旅行を行った。1813年、ゲデンシュトロムは、イルクーツク総督府の事務局員に採用された。後に、彼は、ウランウデの地区警察の所長に任命されているが、 それでも彼は科学調査と鉱物学と植物学のコレクションの編集を放棄しなかった。ゲデンシュトロムは、懸命で、才能豊かで、教育もあり、さらに優しい男で、よく地方の小作人を助言と金銭で援助していた。その一方で、彼は不道徳な浪費家としても知られていた。彼は、ニコライトレスキンの側近の一人であり、守備よく、総督府から、 パンの購入権限を与えられた。1819年、ミハイル・スペランスキーが、シベリア視察の一環として、イルクーツクを訪れ、地方当局の多数の不正行為の証拠を摘発した。1820年2月20日、ゲデンシュトロムは、彼の行政上の独裁的なスタイル、横領、脅迫、詐欺を理由に更迭された。スペランスキーの発見についての報告書は、 1821年7月28日に設立された特別委員会により調査された。委員会はすべての違反者を4つのカテゴリーに分類した。ゲデンシュトロムは3番目のカテゴリーに分類され、それは今後二度と公職に就くことは認められないこととヨーロッパ・ロシア奥地への流刑を意味していた。もっともすぐに彼をシベリアから移送せず、 トボリスクに居住させることが決まった。また、ゲデンシュトロムのスキルと経験を利用するため、西シベリアの当局は、彼の公務への復帰についての許可を取り付けることに成功した。1827年、ゲデンシュトロムは、ヨーロッパ・ロシアへの帰還を許され、そこで、医療サービス部隊の隊長として採用された。1830年代、ゲデンシュトロムは、 トムスクの郵便局長に任命された。引退に伴い、彼はトムスクの近くのカイドコバや村に転居し、晩年はアルコール中毒の状態で過ごした。ゲベンシュトロムは、1845年9月20日に、極貧の状態で65歳で死去し、3日後にトムスクで埋葬された。シベリアについてのスケッチ表紙、ゲベンシュトロムは、彼の科学上の発見を、 下記のような数冊の単行本と雑誌記事で出版している。ありがとうございます。